よろしくお願いします。ライブお久しぶりですね。はい、のんちゃんでーす。最近どうですか？最近ですか、もう疲れてますよ。1ヶ月前にまた新しくチャンネルを作りまして、はいはいはい、はい、やってますね。なるほど。モンチャンネルで名前で、ひらがなでモンチャンネルでググってもらえば次一番上に出てくると思うんで、原宿でアイス配ったり、あとはまあナンパしてみたり、まあいろんなオールジャンルでやってるので、よかったら見てください。ひらがなでモンチャンネル、モンチャンネル、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日アイスないですか？今日はもうなかったじゃない。ちなみに今日何かの企画で、今日はさ、今日の夜中3時からサッカーあるじゃないですか、はい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 、日本代表ベルギーと、それの、まあ、勝利どっち勝つかなみたいな予想してほしくて、はい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 、みんなアンケート取ってましたね。なるほど、はい、そのアンケート動画はまた後日出ます、発表出るってことなんで、皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。ちょっと撮ってます。ここやばい、ここやばい。今日会えるとは思わなかった。いや、僕もそう。僕の友達が、マッサージのディギターで、おー、プレーしたな、プレーって。そうそうそう。なんで普段マッサージやってるんですか？なんでこれやってるんですか、普段。いや、マッサージなんですか？あ、まあ一応仕事でほら整体師やってるっていうのと、はいはいはい、あとほらあんまり面白いこと考えられないから、これ通した方がいいって。あなんか毎回新しいことを考えて、うん、やり続けるっていうのが、なんか得意なことで続けられるっつったらやっぱこれかなっていう感じになったんですよ。勉強するんですか？うん、学校も行ってきたし、そうやって仕事もね、やっぱりやってるし。凝ってるよ。右のがやばいっすよ、ね、なんかね、ここ硬いのかな、奥の方に。これ何なんだ？これ僧帽筋という筋肉だね。うん、首からもね、こうやって来てるやつ。猫背なんですよ。ね、前も言ってた。ちょっと猫背。ああ、だ。それやっぱボクシングやってたんだよね、もうね。そうそうそう。やっぱちょっと肩甲骨の筋肉の構造が違うよね。あ、違いますか？ちょっと。あ、わかります？うん。前も多分同じこと言ってたと思うけど。そう、なんかね、一味違いますか？どう違いますか？この両肩筋という筋肉と、あとこの背中の起立筋が太いのよ。ああ、うん、特に右なんてモリモリじゃん。ここやばいっすね、うん、で多分あと首をほらちょっとやっぱ前にこうしてほら構えるから、そうそう、この辺とかもハリハリなのよ。やばいっすね、うん。力入るんですよ、ね、じゃあね、肩甲骨が消えるんですよ。あー硬いですか？いやいやいや、力さえ入らなきゃ大丈夫。最近トレーニングはしてますよ。してるやっぱり。してますね。柔らかいもん。確か。うん。なんか疲れが抜けてないの部分と、あとなんだろう、ストレスかなんかで、はい、こう硬直してる部分もあるんじゃないかなって。ポリ箱見えます。やばい、やばい。やっぱ脇しめるから。そう、脇しめるね。うん、脇しめる瞬間にすごい。やばい、盛りってきた。何もない。これね、極下筋的にはね、これね。あるけど、人が対して喜ぶ。この肩甲骨っていうか、肩甲骨のこの骨の下に。腹上筋。気持ちいい。まあ、いっぱいついてること。詰まってますよ、うん、これ刺身だったらなんかこうスプーンで作ってあげて食って食べたいぐらいだよ。いっぱい取れるよ、いいところ。いっぱい取れますね、これ。うん、取れる取れる、ほら。すごい。気持ちいい。
本当にね、あの昼間暑かったから、そういうね、3時ぐらいから始めようと思って、本当に今さっき来たばっかで、そしたらあのアンケートで日本かベルギーかみたいな、そんな誰だそんなやつは、誰だろう、誰だろう俺です。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。